はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。 DPA ジャンダムーアです。 DPA ジャンダムーア誰いや誰、このモンスターなんですが、10月の末のパックで実装された謎モンスターでございまして、本当に誰一人使ってるとこ見ない。誰も使ってないなら俺が使うしかないということで、この謎 UR カードを使ってデッキを作ってきました。このカードはどういうカードかと言いますと、サイバース族のレベル8の汎用シンクロモンスターでございまして、一応ただし、効果はそんなに汎用ではありません。このカードがシンクロ召喚した場合に、自分の墓地からサイバース族レベル4モンスターを特殊召喚できます。効果無効にして。で、このターン自分はサイバース族モンスターしか特殊召喚できないという縛り。で、自分のサイバース族モンスターが相手モンスターとの戦闘で相手のにダメージを与えたら、墓地のこのカードを除外して、その数値分だけダメージを与えるよということを思ってますね。で、まあ、これ、まあ、何と相性がいいかってパッと思いつくと思うんですよ、皆さんも。8シンクロチューナーで、さらにレベル4を、蘇生したらレベル12のシンクロ召喚ができますから、で、サイバース族縛りがつきますから、まあ、当たり前に、この、演算機、ファイナルシグマなんですよ。ファイナルシグマさんは、まあ、レベル12のサイバースシンクロモンスターで、こいつを使いつつシンクロ召喚できるんで。で、ファイナルシグマさんって、エクストラモンスターゾーンに存在していると、まあ、無敵の耐性を得て、で、さらにエクストラモンスターゾーンのこのカードは、相手モンスターとの戦闘で与えるダメージが倍になると、いう効果を持ってて、で、このね、ジャンダムーアの効果が実は、墓地から除外すると、相手の、自分のサイバーストックモンスターが相手モンスターとの戦闘で、ダメージを与えたら、そのダメージの分だけ効果ダメージを、バンダメージを与えるっていう、まあ、要は実質、戦闘ダメージを倍にするみたいなイメージですね。で、ファイナルシグマが戦闘ダメージを倍にできる効果を持ってるんで、戦闘ダメージの倍の倍ができるってことです。ジャンダムーアがあると。まあ、要するに、まあ、4倍の戦闘ダメージを元気玉みたいなこと言ってるの、あの4倍の戦闘ダメージを与えるという動きができますよというところで、今日はですね、なんとかしてジャンダムーアを爆誕させ、ジャンダムーアファイナルシグマで、相手のライフを削り取っていくという、このムーブをしていきたいと思います。はい、かっこいいんでね、ファイナルシグマは。正直今ライバルが多すぎて、サイバースってもうなんかアクセスコロとかさ、ファイナル、ファイアーウォール、ネオテンペストとか、もう、ライバルが多すぎるんだけど、ファイナルシグマは、かっこいいっていう、唯一の、やっぱり、そして何の方が負けないっていうね、超最強の体制があるから、まあ、使うに値するモンスターだと俺は思っている。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。これ、ほんと、使ってて思うけど、マジでさ、邪魔アクセスでいいしさ、ネオテンでいいんだよな。これガチなんだよな。これファイナルシグマジャンダムーアである必要あんのか、これマジでなんやねんこれって。ほんとさ、ファイナルシグマが大好きな人以外、これなんかジャンダムーアとかいうもんさ、使う意味ないでしょこれって言ってきたやつ、ほんと片っ端からブロックするからよろしくな。って言ってきたやつ、マジで片っ端からブロックする、ほんとにマジで。あのね、やっぱね、結局ね、なんかね、追加されたモンスターね、全部使うのがね、あの、リュウ実況チャンネルなんでね、まあ、これ、何々の必要あるんですかって言ってきたやつは、本当に何も分かってない。墓の指名者。OK、まあ、F 扉。とりあえず、ギガンティックスプライトをね、出させるわけいかないので、まあ、とりあえずギガンティックスプライターを出しに行きまして、はい。OK で、とりあえず墓穴は、うららに打たせることによってエフェクトベイラーを通し、でもう次にワンチャン貫通されようとしても、もう一回エフェクトベイラーをかますことによって相手の展開を止めていきたい。まあ、手札やつ結構入ってるんで、そこそこ残機デッキではあるものの、出た、エントランス来た。エントランスはただイベルツインモンスターしかエクストラデッキが特殊ができなくなるから、まあ、エルフとかからは出てこないかな、もう。まあ、ただちょっとトラブルでサニーが出てくる可能性があって、でキスキルは OK です。でキスキルとギガンティックで、まあもう一回多分キスキル作ってリーダー作ってみたいな感じだと思うんだけど、多分このキスキルを無効にしてしまえば、エロすぎる。これ対象年齢9歳マジ、このゲーム対象年齢9歳嘘すぎるだろこれ。絶対にこのイラスト考えたやつド変態すぎるだろマジで。対象年齢考えろバカ、誰がエフェクトベーラー、はい、お前変態やと思われるやんけ、このカードゲームしてるやつ全員。まあ変態なんだけど、さあイビルツインキスキルの効果を無効にすることにより、まあ、一応相手の手札1枚と、あ、オッケー、相手の手札1枚でかすぎる、墓穴強すぎ、多分これ裏とかズジーとかでしょどうせ。あーい、あ、分かってますか、そんなものは、そんなものは分かっております。で、墓穴の指名者ぶち込みまして、っていうか僕思ったんですけど、なんか手札誘発をそのなんか無効にしてくる墓穴の指名者とか抹殺の指名者の存在が良くないんじゃないですか、普通に考えて。
だってさ、この指名者とかいうさカードがあるから先行強くなっちゃうわけじゃん。だからさ、手札威圧がある程度ちゃんと通るんだったらさ、普通に何先行の、制圧とかって後手からも止められんじゃねえの。あ、まず蘇生はいいよ別に。だからさ、指名者禁止にしたらもう、そしたら先行ゲーちょっと抑制できる可能性ないですか。手札誘発いっぱい採用できるデッキがそれだと正義になり、すぎる気はするけどね。なんかテンパイルみたいな。ただほんと指名者の存在ってキモいから、シンプルに指名者が悪いっていう説結構あると思うんだよな俺。で、残機サーキュラー、残サーの効果によって、残機方程式一応持ってくるじゃないですか。まあこれどう考えても、何でしたっけ、パラレルエクシードいるんで、パライクいるんで、あれした、何、アップデート邪魔アクセスみたいなしたところしたら余裕で倒せますし、なんならデモテンペストで死ぬんですから相手絶対に。ただ僕はファイナルシグマがしたいんですよ。ジャンダシグマしたい場合はね、どういう風にやればいいかっていうのをお見せしますわ。とりあえずサブトラ でですね、相手のモンスターの打点を下げます。ここの打点を下げて自分を特殊化で、そうした後に、残機方程式、まあこれは別に、あれでもいいです。何でしたっけ、ダランベルシアンの効果で釣ってもいいです。どっちでもいい。で、これでチューナーを蘇生しまして、で、レベル4のサブトラにレベル4のシグマをチューニング。あら、あれよ、アルティメットモンスター DPA ジャンダムーア採用率やばい低そう。そしてジャンダムーアの効果により自分の墓地から残機モンスターを特殊召喚、まあ、残機モンスターっていうかレベル4サイバースを特殊召喚、そしてレベル4のサーキュラーにレベル8のジャンダムーアをチューニング、真空の召喚現れよ、炎のサイバース、エンザキファイナルシグマ。そしてこのファイナルシグマは戦闘ダメージを倍にする効果を持っているため、相手のライフに大ダメージ、さらにジャンダムーアの効果除外すると同じダメージをてめえのライフに与えていく。これがジャンダシグマのワンキル方法じゃい。やべ、初動ね。初動ね、マルチプライヤーで、マルチプライヤーのみはちょっと無理じゃねえか、さすがに。ちょっとマルチプライヤーがやる気出しすぎなんで、お前デッキ眠ってないんだって。別に後で引っ張ってくるから。デクレラディバイナーやと、デクレラディバイナーは無限法要をかましに行くしかねえな。無限法要をかましまーす。効果無効にしたいです。まあ、サウラビスですよね。はい、すいませんでした。いやでもこれ言ってなんかこれでさ、なんかさ、泥棒刺さるタイミング来ねえかな。デクレラディバイナーの効果発動する、なんだっけ、あ、合図落とす、レベル9のやつ、あ、そっちなんや。なるほど、じゃあ持ってんのかも。アークディクレアラー効果、儀式モンスターサーチしました。いや、これワンチャンこれで止まるとかいう奇跡起きないから、ドロール&ロックワード発動。ドロール&ロックワードの効果によって、このターンもうサーチはしないでください。だ、俺の手札も結構割り散らかしていまして、あの初手でなんか引かないとやばいですね。4枚目のか、手札でやべ。でもサーチは入んないけど、ローガーディアン、まあ一応儀式はできるから、これワンチャン、ああそうか、墓地からは回収できるのが強いな。墓地からは回収できて強いっていう説がある。で、個性体サウラビスで、サウラビス効果、サウラビス効果発動して、いやこれ何があんだこれ。あ、そっちは全然いけんな。サウラビスリリース、ローガーディアン何、え、これワンチャンあんじゃね。これローガーディアンだったらさ、ローガーディアンでしょ。で、ローガーディアンが出てきたところで結局何も起きないから相手、え、来たろこれ、泥バサだったろこれ、謎に。え、これなんで相手あれなんだろう、なんかデクレラディバイナーで合図落とさなかったんだろう、レベル9のやつ。トリアスヒエラルキー来た、神神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 、残機サーキュラー効果発動、もちろん残機シグマを落とさせてもらうよ。え、なんか相手なんもないの、マジかよ、相手なんかなんもないぞ。いけるか、サウラビスが手札にあるから一応対象体制がいかんでな。で、残機シグマの効果発動、これチャンスや、相手の展開バグったからチャンス。で、残機サーキュラーの効果発動して、まあ、とりあえず残機方程式持ってくるじゃないですか。まあ、これ残機方程式である必要もねえのか、あんま。これはワンチャンね、これあのラプラシアンなんかドヤ顔出しに行くとかも全然、まずあるんですけど、一応選択肢としてはちょっと、そうすると、モンスター数が足んなくなりそうな気がするので、残機ダランベルシアン君の効果発動しまして、オーバーレユニットを2個使って、だからちょっと待てよ、
これダイヤ持ってくるだろう。で、ローガーディアンを殺してんだよ俺は。俺はローガーディアンを殺して、だからつまりこれダイヤからのサーキュラーすんじゃないですか。オッケー。で、ちょっと待って、マルチプライヤーで6000にする。で、6000の2050の倍1900、6000だから、3950か3950、7900だから、いや、いける、来た。俺の頭の中の計算上は俺が間違ってなければいける。で、ここで一旦ジャンダムーアとかいう謎モンスター出すじゃないですか。これマジ謎で、ジャンダムーアの効果発動して自分の墓地からこれでもシチューなんじゃなくても別にどっちでもいいな、どうでもいい。これはサーキュラー特殊すんじゃん。 OK。 で、ダラン・メルシアンの効果発動して、フィールドのモンスターをリリースすることによって残機モンスターを手札が墓地から特殊召喚できるんで、これでマルチプライヤーとかいう謎モンスター特殊召喚して、これで OK。 でマルチプライヤーにレベル8の DPA ジャンダムーアをチューニング、真空の召喚現れよ。これが残機最強モンスター、炎の残機、エンザキファイナルシグマ。マルチプライヤーの効果によってファイナルシグマの打点が3000ポイントアップ。バトル行け、エンザキファイナルシグマでアタック、ジャンダムが効果発動、バゴーン。デクラーディバラ殴ったら勝ちでば普通に。いや、初動きすぎ、初動きすぎ問題発生中。まあでも言うて手数はなんかワンチャン出そうではある。幻想の乙姫、あ、歌姫ルフラン来た。ルフ魂のルフラン、てんてんてん、青い風に包まれた素肌が、暇なので歌います。展開長いって、さすがに心折れるわ、こんな展開されたら。普通はライトロードドミニオンキュリオスやと。貴様なかなか強いモンスターを使っているじゃないか。ライトロードドミニオンキュリオスで何を落とすんだ。トリックデーモン、何トリックデーモンだと。デーモンカードを1枚何でも手札に加える効果を持っていますね。これで何を持ってくるんですか。あー、ナイトメアデーモンズだと。お前これロックラカードじゃないと絶対。それやべえ、これレベル6のモンスター2体いるやん。もしかしてこれベアトリーチェ来る、トリーチェ来る、トリーチェ、あ、トリーチェ来るね。え、これ待って、ナイトメアデーモンズサーチしてベアトリーチェ精霊にしてるのやばくね、これ普通に。これ待ってくれ、ちょっと待って、これあれか、ロールバックとか落とされるやつか。やばい、おい待ってくれ、ちょっと待ってくれ、これおててワンキルの可能性あるぞ。これおててワンキル、おててワンキルの可能性あるぞ。これやばい、やばいことが起きている。パラレルエクシード来た、パラレルエクシードからのベアトリーチェ効果発動する。でベアトリーチェの効果によってさらに何らかのカード、いや出た、おてて来た、やばい出た、これハイテンポ遊戯王来るって、これハイテンポ遊戯王だって、これ絶対に。ナイトメアデーモンズの効果によってトークンが俺のフィールド上に3体特殊召喚され、そしてレベル6のモンスターが特殊召喚された場合で、自分の墓地からロールバックを除外することによってなんか自爆解放とかいうなんか謎すぎるカードある。あーあーあら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 あ